胸付坂を上から見た、写真胸付坂は、東京都文京区目白台一丁目にある坂。別名水三坂神田川に架か,かる小松川橋からを見て、左手に水神社の白い鳥居と、右手の関口場所案の塀に挟まれた、細い道を、目白台に登るための坂である。周囲には、肥後細川庭園、椿山荘、衛生文庫、関口場所案と、趣きある場所にある。 階段とスロープによって成り立っていて、かなりの急勾配であるため、途中に休憩所が設けられている。自転車も通れるが乗ったまま下るのは極めて危険である。登り切ると和慶塾がある。傾斜は16度29%、東京23区屈指の急坂である。胸をつくようにして登らなくてはならないことから、この名前がついたと言われる。早稲田大学に近く、近隣に、 消防署や学生寮、道場、ボクシングジムなどもあるため、夜間や早朝など人通りがまばらな時間帯を見計らい、繰り返し一気に駆け上がるトレーニングや、駆け上がってそのまま、和系塾、衛星文庫周り幽霊坂を降り神田川沿いを周回する、ファルトレクなどに使われている。椿山荘に宿泊する、外国人観光客にも日本滞在中の運動を、するのに人気。 不思議と右側通行になっていることが多い。ドラマの撮影や漫画、アニメの舞台、聖地としても知られる。バンドリ、ありがとうございます。